はい天皇の告示行為は内閣の助言と承認で行われるというのは憲法で書いてあるわけでありますしかしこの外交関係特に切除の点では明確な告示行為にはなっておりません内閣の助言と承認を事実上必要とするものであるとしてもですねこれに政府内閣の自由な裁量があるわけではありませんやはり象徴天皇としてそれにふさわしい つまり政治利用を避けるそういう内容の助言と承認でなければなりませんのでこれは可能な限り限定的に裁量の余地をなくすそういうものにしていかなければならないと思いますですからその点で政治利用という疑義が持たれるようなその判断助言と承認を含む判断 というものは避けるべきでありそう新しい議義を招かないようなルールをきちんと作り上げる必要があると思います、えー、先日も申し上げましたけれども1ヶ月前にということはその政治利用を避ける象徴天皇にふさわしい行為にとどめるとという配慮とそれからまた天皇陛下の健康上の配慮と2つのも要素があるわけでありますから特にこの健康上の配慮というものは やっぱり時々の状況に応じて変化も考えられます、ですからこの1か月の現行のルールについては、固定的なものではないと考えますけれども、いずれにしてもその2つの要素を満たす慎重な配慮が必要だろうと思いますは、いはい、はい えー、この会見は結果として日中の友好に資するものでありますがしかし過去行例外的に行われたこともありましたですからこのことをもって直ちに政治利用だというふうには判断をいたしておりませんこの中国側も望みそして陛下も最終的に これを受け入れて会われたわけでありますからむしろ日中友好に資するものとしてお互いが受け止めるべきものだろうとこう考えておりますそれはあの緩めていいという趣旨ではなくてこの陛下のご健康がです、ね、年齢や体調とともにその多範な公務に対応するのがなかなか難しくなっていくということも考えられるわけですね。 ですからその意味でそれを配慮したルールが必要なので1か月前ならいいということではなくてもっと長くするとかですねえその実質に応じた配慮というのは作られていいことだろうと思いますまあ現実にそういうことが可能ではないと思います。 と言いますのはやっぱり面会申し込む申し込まれる数というものはやっぱりこれまでの実例からですねかなり数が多いわけですねその他のご公務と合わせて調整をしてきた少なくとも1ヶ月ということでルールが作られたんだろうと思いますねですからむしろ短くな長くなることこそあれ短くなるというのは現実には考えにくいことではないかと思います。